そうですよ、エコーズデュアリティはですね、今回僕たちこう今までこうライブやってきて、でアリーナツアーもやって、その後ドームもやったんですけども、その後で僕たちがこう新しくフルアルバム新しく出して、全部新曲をアルバムで出して、それをそのままライブに持っていくっていうのは久しぶりなので、また自分たちのこう引き出しを、いろんな引き出しを開けながらこう作っていくライブになるので、でも今まで本当にこう毎回更新はしていってるんですけども、自分たちもこのライブはどうなっていくんだろうってこう風にこうワクワクがあるライブになるので、うん、今作っている最中なんですけど、結構楽しみですね。そうですね、こうライブのリハーサル毎日やってるんですけども、その中でやっぱここはこうしたい、ああしたいっていうのが、ボーカルは2人でこうリハーサル入ってて、僕たち5人は入ってるんですけども、その5人で話し合ってる中でも、うん、ここをこうやって見せたい、こうしたいっていうのはそれぞれメンバーからの意見あったり、僕もすごいいっぱいいろんなこう今回提案もさせてもらってるので、エンターテインメントをこうまた突き詰めるようなこうリハーサルになってますね、はい、リハの進行はいつもよりあれですね、早いっすね、始まるのがいつもより早く準備をして、ダンスを振りも新しく覚えるものが結構多いので、まずパフォーマーに入れて、そしてボーカルに落としていってっていう作業をするので、準備は今回は早いと思います、はい、グッズもかっこいい&かわいいもありつつ、 T シャツもなんか面白い企画も今なんか考えてて、自分たちのライブで着るこう衣装でもあるんですけど、それをこういい感じにみんなにも届けられないかなっていう案も出てきてたりしてて、それすごくかっこよくて僕好きなんですよね。だからそれも実際にこうみんなに届けられたらいいなって思いながらやってますし、それぞれのプロデュースグッズも始まる前にこのリハーサルで僕らもみんなの見たんですけど、あ、今回これなんだっていう楽しみも、見れたし、それぞれの色もありながらいい感じにグッズもなってますよね、うん、なあ、言えないこと多いからな、すごいんです、すごいんです、すごいんです、すごいでお願いしますざっくりしすぎだろ、でも本当にすごいんですもん。だってだネタバレになっちゃうから、ネタバレしたくないじゃないですか、だからすごいです、よろしくお願いします。そうですね、まあ、15年間こうね、やってきた流れと自分たちのこの神話がね、こうここでまた表現されるので、もう神様になってますね、ライブの演出上は。実際に神様ってわけじゃないですよ、まだ半分神様かもしれないですけど、その様子を皆さんにお届けしたいと思ってます、はい、神様よろしくお願いします。でも本当に新しいチャレンジをボーカルがしてくれて、ブレイズは僕も参加したんですけども、今市君も結構ラップをこうチャレンジしてる曲もいっぱいありますし、ジャンル的にもこういろんなのミックスしたり、ヒップホップ要素も多かったり、こう今のこうシーンでトレンドになっているトラックメーカーをこうプロデューサーをこう起用してこう一緒に楽曲作ってたので、2人もレコーディングしながら、勉強しながらのレコーディングだったんだろうなってすごい感じるし、2人の成長も進化も、こう同時にできたアルバム制作なのかなと思うんで、頑張ってくれたなと思ってます、はい、うん、そうですね、本当にこうライブといったらサナミ・ジェイソル・ブラザーズなんですけども、本当にまあ自分たちのまた新しいライブ表現、お届けするので、とにかくもう騒ぎに、楽しみに来てほしいですし、うん、なんか難しいこと考えずに僕たちを見て
もう騒ぐ一日を一緒に過ごせたらいいなと思ってるので、ぜひ遊びに来てください。神様頑張ります。